どうも、シャイココです。今回は、ウォーターの疑似ゴール判定の解説をですね、ついにやっていこうと思います。まずは、お手本をお見せしたいと思います。まず、この木の棒ですね、木の棒。持って、真ん中ですね、真ん中を持って、このあたり、重なってるところですね、この線がいっぱい。ここに立って、ジャンプします。で、すぐに海に入るとこうですね、ロードが入るので、本当はゴールしてないんですけど、これで次のステージに進めると。まず、なんでこんなことができるのかと、この先ほどジャンプしたここにはですね、すぐ下にゴール判定を作るオブジェクトが、透明のオブジェクトがありまして、普通だと触れないんですけど、ジャンプすることで足を一瞬だけめり込ませて、ここに触れることができるんですね。で、ウォーターは皆さん知っての通り、最後水に落ちるじゃないですか。その状況を作るために、海に自分から入っていってゴールするという感じですね。丸太を持つと自分の体重が上がってめり込みやすくなるので、丸太を持つのはおすすめです。で、ジャンプするコツなんですけど、まずこの丸太をちゃんと真ん中で持つと。そうしないと斜めっちゃうので、持った時に。で、ここに立ったら、この手を上に上げるんですけど、これは真上に上げないでちょっと前ですね。一番上にすると上半身だけでこの丸太の重みを受け止めてしまうんですね。なんですけど、前にちょっとだけ傾けることによって、こう体で、こう、重さを受け止めるので、こうすることでめり込みやすくなります。で、これは、何回もジャンプするんじゃなくて、一回一回ちゃんとめり込ませなきゃいけないので、一回一回ちゃんとしっかり着地してからもう一回ジャンプしてください。なので、こう、ずっとこうやってジャンプしてるんじゃなくて、一回こうセッティングしたら、一回ジャンプして、こう戻ったらもう一回ジャンプっていう感じでやらないと足がめり込まないので、こうちゃんと一回ずつちゃんと踏みしめてからもう一回ジャンプするようにしてください。で、立つ位置なんですけど、自分はこのいっぱいこの線が重なってる場所からちょっと左ですね、この辺にしてやってます。もしかしたらもっといい立ち位置があるかもしれないですけど、自分はこれで結構成功率が高いなぁと思っているので、過去のね、ライブとかを見返してみても、この辺で立ってることが多いので、今回ここを紹介させていただきます。はい。というわけで、今回はウォーターの疑似ゴール判定の紹介をしていきました。こういう細かい解説をね、今後もやっていこうと思いますので、ぜひとも皆さん、まだお済みでない方はチャンネル登録と通知のオンをしていただき、間に合わなかった。次のね、ステージに行くまでにやろうと思ってたんですけど、無理ですね。はい。ちゃんと言います。はい。今回は、ウォーターの疑似ゴール判定の解説をしていきました。もしかしたら今後また新しい情報を成功率が上がる方法だったりっていうのが紹介されるかもしれないので、そちらも随時紹介していこうと思いますので、まだお済みでない方はチャンネル登録と通知ベルですね、通知ベルのオンをしていただけると、最新動画がいち早く、もう誰よりも早く見えるかもしれないので、ぜひともよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。動画投稿の励みになります。ありがとうございました。